万年筆とボールペンの筆圧の違いをカーボン紙を使って検証してみます。どうも文禄です。これカーボン紙です。こういうものですね。カーボンだから炭素ですね。炭がこう塗られた紙ですね。こういうまあペラペラの紙なんですけど、このノートを使って何か面白いことができないかなと思って、まずですね、カーボン紙をここに挟む。こっちに書いたことが複写されるというものなんですね。これをカーボンコピーって言うんですけど、今はね、領収書とかの用紙はコピーできるような仕組みになってるんですけど、昔はね、こういうわざわざね、こういうカーボン紙を間に挟んでやってたんですよ。ちょっと時代がね、もう昭和になってしまうんですけど、まだカーボン紙の需要があるみたいで、まだ売られてたんですね。これ普通のボールペンです。普通のボールペンで書いてみますね。カーボンコピーって書くと、この次のページ見るとこのように複写されるんですね。こういうためのものなんですね。はい、じゃあちょっとこれを使って実験をしようと思って、今筆記具っていろんなものがあるんで、いろんな筆記具を使ってどのぐらい複写されるのか、まあその筆圧の強さがこれを用いることで如実にわかるんじゃないのかなと思って、それでちょっと実験してみたくなったという次第なんですよ。なんでちょっとこれで複写どれだけできるのかいろいろ試してみたいと思います。まずは油性ボールペンからいきます。これは ゼブラのボールペン、三菱鉛筆から出てるジェットストリーム。これがね、最初に発売された時ね、油性ボールペンでこんなに滑らかなのっていうね、そういう驚きがあったんですよね。なんでちょっとどんなもんか書いてみましょうね。はい、三菱鉛筆のジェットストリーム。滑らかですね。さすがです。次、鉛筆。これね、ドイツのリラーのロビンソンという鉛筆ですね。これね、本当にすごく使いやすくて、結構最近ハマってる鉛筆なんですよね。リラー、ロビンソンシャーペン、パイロットのドクターグリップエース。振るだけで芯が出るってやつですね。この問い、振ったら芯が出ます。このね、グリップが人間工学に基づいたグリップなので持ちやすいというものですね。じゃあこちらも、ドクターグリップエース。もう一つね、細めの 0.2。自動芯出しだとね、このパイプが常に出ている状態なので、筆圧が普通のシャーペンとは違ってくるのかなと思って、一応比較のためにこれも使ってみます。次、ゲルインクのね、ペン。まあ、ジェルペンとも言ったり、ジェルローラーとか言ったりしますけどね、有名なね、サラサ。これちょっとやってみますね。じゃあ次、サインペン、サクラクレパスのマイネーム。さあこれはどうなるか。
でね、一応ね、ちょっと面白いやつ、ピニンファニーラのインクレスペン、これは紙に押し当てることで酸化させて筆記するというものですね。次、万年筆は一応ね、金ペンと鉄ペン両方やってみようと思います。じゃあね、これ金ペンはこのセーラーのプロフィット21を使ってみますね。これが万年筆、先日紹介したばかりの中林の万年筆です。これ鉄ペンですね。はい、これが筆圧弱め。じゃあちょっと今度は筆圧強めにいってみますね。いろいろな筆記具を使って書いてみました。カーボンコピー、どんな感じになったのか見たいと思います。こうなりました。一番濃く出たのはインクレスペンですね。結構ね、インクレスペンはね、筆圧強めにしないと書けないものなんで、なので必然的に筆圧が強くなるから、このような形で、複写できました。で、あとこれですね、これ。ごく普通のボールペン。これがね、やっぱ濃く出ましたね。なんで、この普通のボールペンもカーボンコピーをやりたいんだったら、需要があるってことですよね。まだまだこの普通のボールペンには需要があります。やっぱね、役所とかではね、何かサインするときに、まだ未だにカーボンコピー使ってるんで、役所に置いてあるボールペンに多いですよね、こういうタイプのボールペンは。はい。でね、ジェットストリームね、滑らかなのはすごくいいんですけど、滑らかなゆえにちょっと複写がね、弱くなっちゃったかなっていう気はします。鉛筆はこういう感じで、まあボールペンとそんなに変わんなかったですね。はい。でシャーペンもちょっと薄かったかな。うん、あ、意外とね、このオレンズネロも薄かったですね。サラサもね、非常に薄かったですね。やっぱりね、インクが濃いものほど複写が出ないです。まあしょうがないですけど、ここはマーカーですね。サインペン、サクラクレパスのマイネーム、マイネームは全く複写されません。当然ですけど、サインペンは複写されないということで、まあ、筆圧が全くいらないってことですね。はい。で、ここは、セーラーの万年筆ですね。ほぼ出なかった。金ペンはほぼ出なかったです。で、鉄ペン。鉄ペンは若干出ました。鉄ペンは金ペンに比べて若干筆圧がかかるということですね。で、あえて筆圧強めに書いてみたものがこれ。これですね。筆圧強くすると複写なんとかできますね。はい。という結果になりました。こっちが筆圧あんまりかけないで書いたやつで、こっちが筆圧をちょっとかけて書いたやつで、万年筆って筆圧かけなくてもこういうふうに書けるんですけど、さてさて、こっちの筆圧をかけない方が好みなのか、それともこういうふうに筆圧をかけた方が好みなのか、それって人それぞれだと思うんですよね。僕はこちらとこちらだったら、この強めに書いてる方の色合いの方が好きですね。
やっぱ濃淡が出ているじゃないですか。こちらの方ほとんど濃淡が出てなくて、筆圧強めにした方は結構濃淡が出てて、ちょっと面白い感じになってるんで、ものによっては筆圧をかけて書くっていうのも楽しいのかなっていうふうに、そう思いましたね。まあ好みですよ。もちろん弱い方が好き、こっちの方が好きだなっていう人もいるんで、どっちがいいかはもうほんと人それぞれなんで、ということで、まあ今回の実験で一番見たかったのはね、万年筆はどうなのかっていうとこだったんですよ、僕の中では。まあ一応こういう感じで実験することができましたね。というわけでね、文録では今後もこういった感じで、まあ実験とかいろいろやってみたいなと思ってます。よかったらチャンネル登録してください。ではまた。